着々と魔人王化が進むメリオダス。それを阻止するため、強襲部隊のマーリンたちはゼルドリスと戦う。一方、メリオダスの魂を救い出すため、一人煉獄へと向かったバン。想像を絶する過酷な旅の果てに、メリオダスと再会したのであった。俺はすっかり諦めてたんだ。もう煉獄を出て向こうに戻れやしねえんだろ。エリザベスとも、バン、お前とも二度と会うことはねえんだろうなって。だけどなんでお前が煉獄に？不死の晩餐もとうとうくたばったのか？ちげえよ、バーガー。団長連れ戻しに来てやったんだよ。じゃあひょっとして向こうに戻る方法も知ってんのか？あ、バカだね。戻る方法も知らねえまま無謀に突っ込んできたのかよ。しゃあねえだろ。お前一人こんなところに放っておけるかよ。持つべきものはバカ立ちだな。ま、時間はたっぷりあるんだ。ああ、じっくり考えるとしようぜ。煉獄には2種類の化け物が存在する。一つ目は煉獄に落ちた魂が凶暴化した、いわば外来種。俺や団長がなってたやつか。ああ、あいつらは明確な実態がないから死ぬと塵になっちまう。二つ目は煉獄で生まれ実態を持つ在来種。その体は煉獄に適応するために進化してるんだ。ズバリ狙いはあいつらだ。あいつらから取れる素材を使って服を作る。一瞬であの距離を。面白い。どうやらこいつは分かっているようだな。野生の勘ってやつか。やっぱダメか。団長、いつものバカ力はどうしたんだよ。俺はあくまでメリオダスの感情、魂みてえなもんだ。煉獄から脱出しようにもお前の足手まといになっちまう。だったら俺がおぶってやるよ。親父の呪いで俺は死ぬたびに本体から引き剥がされ、煉獄に囚われてきた。目的は一体何だ？親父の望みは俺を後継者にすること。そのためには俺の感情は邪魔だからな。なるほどな。にしてもお前もよく生身で煉獄に耐えてこられたな。何度諦めそうになったか分かんねえよ。けど今じゃ眠れるようにまでなったぜ。なあバン。ああ、お前はすごいよ。急に何だよ。サンキューな。マーリンが団長は魔人王に捕まってるとか言ってたから、てっきりどっかに閉じ込められてると思ってたぜ。まあ最初は親父に監禁されていた。俺が煉獄の脱出口を探し出して本体に戻ろうとしていたからな。でも結局見つけられず、脱出を諦め絶望し、化け物になった俺に安堵し放り出した。
り出したところで、さまよううちに偶然脱出口を見つけて逃げちまう可能性は考えなかったか？確かに、外に放り出せば脱出される恐れはない。つまり煉獄からの脱出口は親父の手元にある、そういうことか？試してみる価値はあるんじゃねえか？さてさてさて、脱出ミッション開始といきますか。ああ団長、現世に戻ったらまず何するよ？エリザベスの呪いを解いて、それから目いっぱいバーニャエールを飲みまくる。俺はエレインを生き返らせんだろ。そんで浴びるほどアバディエールを飲み干すぜ。ま、悪くねえプランだな。やっぱ気が合うね。フルカウント。一気に片付けんぞ。クレイジーハット。エッチは上がり。ついでにもう一匹。やっぱあいつの肉が一番うめえよね。不死の俺にも本体じゃねえ団長にもいらねえことなんだろうが、やっぱ飯食うと生きてる実感は湧くよな。え？じゃどうした？お前と再会して500年経つけど、その適応力には驚き通り越して呆れちまうぜ。じゃあねえだろ、団長と違って俺は生身なんだ。慣れるしかねえっての。慣れようと思って慣れられるのがおかしいんだっつーの。あ、そうだ、見てくれよ。こっちに慣れすぎたせいか、やけどと凍傷にもすっかりかからなくなった。肺をただれさせてた空気も今じゃうまく感じるしな。バン、煉獄で正気を保ったまま生き続けた人間は今までもこれから先もお前しかいねえだろうな。そりゃ俺は不死だからな。それだけで耐えられるもんじゃねえさ。ガキの頃からクソみたいな環境で育ったおかげか。そういうレベルの話じゃねえ。まあ煉獄を耐え抜いた経験はお前の肉体と精神に爆発的な変化を与えてる。向こうに戻ったらみんな驚くぜ。実感湧かねえが、まあ実界と互角にやり合える程度にパワーアップしてくれてると助かるんだがな。てめえ何笑ってやがる。さてさてさて、俺も煉獄に来てよくわかった。お前の力はやっぱとてつもねえってよ。煉獄の炎と氷ですら傷を残すことのできねえ俺の体にこんな勲章をつけてくれたんだ。団長こそ元の体に戻りゃ敵なしだろうが。そうなりゃとっとと魔人王を探して向こうに戻るぜ。ああ、エリザベスとベタベタするな。エレインと死ぬほどイチャつくぜ。そんでまた7つの滞在で豚の申し出を再開すんだ。でも料理は作んなよ。気づいてるよな。あ、捕らえた。あ、そこまで。何者だ？その質問そのまま返すぞ、異形の者どもよ。先ほどお主ら向こうに戻ったらなどと聞き捨てならんことを言っていたな。
まさかとは思うが、こことは違う世界の旅人では。まあそんなようなもんだ。やはりてめえ魔人王の手先か。魔人王、ああ、あのデカブツか。居場所なら知っておるぞ。居場所を知ってる？本当か？奴の元へ案内してほしいならしてやってもいい。ただし私にも協力してもらおう。あんたこそ一体何も。我が名はワイルド。生き別れの弟を探し求めさまよう戦士よ。武器師匠。え、だからワイルド。生き別れの弟を探してるって、それってホークのことだよな。ホーク？はて、弟の名はマイルドだが、確かに弟が姿を消したのは生まれたての頃。己の名を覚えておらずとも不思議ではない。まさかお主たち、私にそっくりな男前を知っているのか。そっくりも何も間違いようがねえというか、生き写しというか。もうこれは腹を下した時のホークのうめき声にうり二つだ。マイルドー。払いてネッサの嵐の時間だ。異界からの客人、どうか私の住処へ共に来てくだされ。へえ、この家を全部一人で。人に見せるのは今日が初めてだ。これぞ我が会心の策。しかしよく作ったね。何、暇だからな。うわ、すっげえ座りづれえし。まあそれ置物だろ。暇でもここまでやる？何、暇だからな。飲みなさい。秩父院の尻のイボから作ったイボ茶だ。秩父院？尻のイボ茶、うん、煉獄の味だな。ツッコミが追いつかねえ。もう800万年以上前にもなるか。我が弟マイルドは生まれてすぐに魔人王にさらわれ、あげくこの世界とは別の地に飛ばされたのだ。マイルド！ホークがブリタニアで目覚めたのが16年前。向こうの1分が煉獄の1年だとして、大体計算は合ってるか。しかし弟が別の世界に飛ばされた理由は未だに。魔人王が息子である俺を監視するためだ。何？そのためにホークを選んだのは間違いね。な、魔人王の息子とは、お主は一体。そういえばまだ名前を聞いてなかったな。俺はメリオダス、こっちはワン。して我が弟が監視役に選ばれた理由とは。親父は初め現世の動物を使って監視してたんだ、俺に警戒されないようにってな。だけどどれも些細な事故や寿命で死んじまう。そこで煉獄の生物に目をつけたんだろう。案の定ホークは異常なほど頑丈だ。どうりでヘンドリクセンの攻撃にも余裕で耐えるわけだ。そして誰にも警戒されないからな、あのお人よしは。メリオダス殿、バン殿、マイルド、いやホークのことをもっと聞かせてくだされ。さぞや立派にたくましく成長したのだろう。どうしたワイルド？やっべえ、てめえの想像とかけ離れていたことがショックすぎたんだ。おい、袋、過呼吸には袋だ。どこだ。悪かったな、つい正直に話しすぎちまう。やっぱ想像の弟と違ったらがっかりするもんなのか。
ショックにはショックであったが、どれだけ想像と違えど、違う道を歩もうとも血を分けた兄弟だ。私にとっては可愛い弟に他ならない。そうだな。我が恩寵に焼かれもだえよ。ほう、デモンストレーションとはいえ、私の技に平然と耐えるか。それが貴様に貸し与えられた魔人王とやらの魔力か。おお、あの構えは。今から見せるのはこのゼルドリス本来の魔力だ。はったりでないことを祈りますよ。ここからはかばい立てはできんぞ。下がっていろ。はい。まったく残念じゃ。なあ、我らの出番はない。とくと味わえ、ヴィノス・ネビュラ。俺の邪魔をするな。何が起きた。体が吸い寄せられて。ヘンドリクス。安心しろ、まだ二人は生きている。モーリンさん、それにしてもこの状況は。おお、小器用な真似を。連続テレポートで距離を保ち続けるとは。そんなに引き寄せたくば、こちらから言ってやる。貴様の太刀筋などすでに見切っておるわ。何の真似ですか、馴れ馴れしい。好きでお前の背中に落ちたわけでは。今はそれどころではなかろう、愚か者め。愚か、私が。全く仲のいいことだ。マーリン、奴の魔力の正体は何だ。現時点で判明しているオミノス・ネビュラの特性は3つ。奴を中心に強烈な吸引力を持つ力場が発生。対象は生物のみ。こちらの物理攻撃は届かずに、正体不明の攻撃が襲ってくる。ついでにもう一つ、オミノス・ネビュラ発動前に放った私たちの攻撃に奴は全く無傷だった。つまり魔力攻撃も無効。おそらくそれが奴のもう一つの魔力、魔人王の正体だろう。防御不能の攻撃に加え、物理も魔力も通じない。想像以上に骨の折れる戦いになりそうだぞ。エスカノール、私に手を貸せ。嫌です。はぁ、お前何を言ってる。私に命令しようなど、おこがマックス。おこがマックス。お前何様のつもりだ。ライオン氏、エスカノール様ですな。身の程知らずが。私は女神族四大天使長、リュードシエルだぞ。それが何か。我が言葉は神の言葉と思い協力しろ。知ったことではありませんね。ふざけんな。エスカノール、協力してやれ。喜んで。お前、他人の命令は聞かぬと。マーリンさんは別格です。それよりもいい作戦があるんでしょうね。なければ殴りますよ。我の指示に従うのが条件だ。さてさて、すっかり嵐も収まったことだし、脱出ミッション再開といきますか。いざ魔人王のもとへ、可愛い我が弟マイルドのもとへ。